相川ゆりえです。ずっと監禁されてました。あの子が生きてたの？あの子絶対に何かを隠してる。本当にお姉ちゃん、この人家に帰ってきてから一回も笑ってない。お前は怖くないのか？あの子は自分の娘よ、何が怖いの？13年経ったんだよ。その間にパパもママも変わった。なんで黙ってるの？何か言えないことがあるの？あの子がいなくなったんです。周囲一帯に配備お願いします。なんでずっと見張ってなかったんだ？何かあると必ず私の責任なのね。渡るくんは変わんないね。私は変わった。変わらないとこもあるよ。怖がらないで、何もしないから。相川ユリオが拘束されてた場所が見つかった。これがあるからアジトのこと隠してたのか。隠してるのはこれだけじゃないかも。歩き回るのやめて。心配なんだよ。お前はそうじゃないのか？私もずっとあの子のこと心配してた。あの子のことを考えない日はなかった。あなたはどうなの？あなたはあの子を捨てて出てった。心配で死にそうな私のことも置いて、あの子のこと忘れてたことあるんじゃないの？俺だけが悪いみたいに言わないでくれ。そもそもユリアが家を出てった時にすぐに気づかなかった、お前が悪いじゃねえか。だからそうやって何もかも私のせいにしないでって言ってんの。二人ともいい加減にしてよ。もういいよパパ、さっさと女のところ帰りなよ。そっちの方がずっと居心地がいいんでしょ？こうやって目の前で喧嘩されるよりよっぽどマシ。お姉ちゃん安心させるために日陰だけ仲良くするなんて無理だったんだよ。もともとずっと前にとっくに壊れてんの。ユリア、どこ行ってたんだお前は。いや、ユリアは悪くない。よかった。もうどこにも行かないで。どうぞ。君が監禁されてたアジトが見つかった。もう誰もいなかった。おととい南比留市で8歳の女の子が誘拐された。その子と男が一緒に写ってる画像がある。見てくれるね？
君を監禁したのはこの男かな。本当のことを教えてほしい。この男はどこのドイツなんだ。和樹。和樹。男の名前ね。名字は。それで他には。なんで生しか言ってくんないんだよ。もうちょっといろいろ喋ってくんじゃないかな。あの子が喋り出すのを待ってたら拉致が開かない。もう一度事件を洗い直しましょう。これは13年前の資料。あの時最初に疑われたのは誰だったと思う？誰だったんですか？ユリアの中学の担任の岸秀和。彼女が岸先生と会うってメモを残して家を出て、それから失踪したから。でも実際はシロだったんですよ。彼女はその日岸秀和に会えなかった。会いに行く途中で足取りが途絶えたから。でもこの担任と彼女の間にはいろいろと噂があった。噂？ユリアって確かに昔から妙に雰囲気があったから、おじさんと付き合ってんじゃないかとは言われてたよね。そうそう、確か変更してたって話でしょ。変更って漢字構成で実際してたのか。ほら、先生と付き合ってるって噂あったじゃん。そうそう、先生って担任の。そう、キスちゃん。私見たことあるもん。二人が図書室でこそこそ話してる。でも教師と生徒だよね。そんなことよくあることじゃん。キシちゃんってイケメンで女子に人気あったから、やっかみとかもあったかもね。私は怪しいと思うな。超怪しい。怪しいよね。絶対そうだよね。あれかな、13と30で。田辺さん、これ見てください。この男、黒川和樹、昼井第二中の用務員だったんでしょ。そんなこととっくに分かってるわよ。あ、そうっすか。黒川和樹は2003年から2007年まで君のいた中学校の用務員だった。誘拐された日、君は黒川に初めて会ったわけじゃなかったんだね。黒川のことを知っていた？知りません。よくは知らなかった。でも顔は知ってたのよね。二人きりで話をしたことは。このままだと合意の上で彼についてたって思われるわよ。何？ちょっと出てってもらえませんか？なんで？ちょっとここは僕に任せてください。お願いします。君ってさ、誤解されやすい性格だよな。当時の同級生に聞き取りしてて気づいたんだ。顔が可愛いのに人になびかないから女子の反感を買う。家に帰ったって13年も離れてた家族だもん。そんなに急に気持ちが通じるわけじゃないし、そうやって離れてた間君がどんな目に遭ってきたかなんて誰にもわからない。わかるわけない。別れられたくないって君が思ってるならなおさらだよ。でもさ、君は本当は
誰かに話したいって思ってるんじゃないか。家族には話せないこと。Happy birthday, dear Yuria. Happy birthday to you. おめでとう、ユリア。おめでとう。ありがとう。おいしい。味付けは変わってない？今日は手で食べないんだ。千穂？ねえ、毎日どんなご飯食べてたの？ご飯は男の人が作ってくれたの？千穂、そういうこと聞くのやめなさい。知りたくないの？ママは。ママはユリアが話したくないことは聞きたくない。でもこうやってユイヤのお誕生日を家族みんなでまたお祝いできるって夢みたい。でもね、ママはいつかこういう日が必ず来るって信じてたのよ。テレビつけていい？南比留江市内の公園でスーパーで買い物をしていた父親を待つ姿を目撃されて以降、行方不明となっています。警察によると、公園の近くに設置された防犯カメラに男に連れ去られる麗華ちゃんの姿が映っていることから、この男が麗華ちゃんを誘拐したとみて映像を公開し情報提供を求めています。防犯カメラの映像から男は都内に住む黒川和樹容疑者とみられ、現在行方が分からなくなっています。また黒川容疑者は今月3日に保護された相川ユリアさんを13年間監禁していた疑いもあるという。警察は何やってんだ。犯人をいつまで野放しにしとくつもりなんだ。消しなさいって言ってるの。消さないで。私のせいなんです。私があの子を店に連れて行っていれば。皆さんお願いします。娘麗華を助けてください。お姉ちゃんが帰ってきて、でも入れ替わりに誘拐された子がいるんだよね。待ちなさい。ユイヤは帰ってきた。それでいいじゃない。しましょう。そうだよな。みんなで食べよう。よし、じゃあお父さんのイチゴをあげよう。いいよ、いただきます。はい。Thank you.
プレゼント。いいの？ありがとう。よかった。お待たせ。どうしたの？ぼんやりしちゃって。いや別に。行こうか。うん。お腹空いてたんだ。一生懸命食べてる。うまいだろ？前にいた子も喜んでくれたんだ。前にいた子？僕の恋人だよ。ユリリンって言うんだ。ここにいる母親が黒川和樹の唯一の身内なのよね。3ヶ月に一度くらいは見舞いに来てたって職員が言ってました。案外ちゃんとしてたんだ。そういうとこ金品工場のバイトも問題なく勤めてたし、外面だけは悪くないんですよ。黒川って男は真面目でしっかりしてそうに見えて。でもよくあるじゃないですか、そういうケースも。お待たせしました。黒川紀美子さんですよね。誰？警察の方ですよ。ひるえ署の永井です。黒川和樹さんのお母様ですよね。和樹さんはよくここに来られるんですか？息子さんは会いに行きますかって。ああどうだったかしらね。認知症の症状がだいぶ進んでるんです。この人息子さんですよね。この人息子さんの和樹さんですよね。しょうがないわね。優子？優子？優くんって和樹じゃないんですか？優くん？この人知ってるんですか？優くん！優くん！これ息子さんですね。この人ならたまに来てました。息子さん？はい。優くん、優くん、優くん、優くん。やっぱりな、戸籍には和樹しか載ってない。でも弟がいたのよね、優くんっていう。近所に聞き込みをしてみたの？この男を見てないか近隣の住民に当たってみました。みんな知ってましたよ。この男はあの家にしょっちゅう出入りしてた。っていうか住んでたんでしょう。家の前で猫に餌をやるんで野良猫が集まっちゃって、近所の主婦から何度もクレームを受けたりしてました。働いてはいたの？いえ、ずっと引きこもりだったみたいで。母親が元気な間は面倒を見てたんでしょう。15年前に若年性のアルツハイマーで施設に入院して、その後和樹が引き継いだ。つまり黒川和樹は引きこもりの弟をずっと養ってたってこと？相川ユリアを監禁しながら？そうなりますね。でも彼女は隠し部屋にいたから存在を知らなかったのかもしれない。でも13年よ、ずっと一緒に住んでて13年も隠しきれるもの？さあ。で、その弟はどこにいるの、今？わかりません。すいません。
な。こんな時間にしか電話できなくて。分かってるよ。うん、落ち着いたら帰るから、はい、いつまでって。そりゃ明日会社で会えるだろう。その時にまた。ご無沙汰してます。アタル君、お久しぶり。ユリアさんは？これ誕生日おめでとう。遅くなってごめんね。ありがとう。何か俺にできることあるかな？志保。何？お願いがあるんだけど。ご自由にどうぞ。下地塗ってからじゃないとファンデーションはつかないよ。貸して。すみません、急に来て。ううん、ありがとう。あの子のことを覚えててくれて。私ね、今あの子にどんな言葉をかけてあげたらいいか正直戸惑ってるの。でも渡るくんならそんなことないわよね。時々遊びに来て。はい。変わってないだろう、こっからの景色は。うん。これプレゼント。ユリアの好きそうな曲入れといた。お前のいない間に流行ってた曲。Thank you.
私ずっと渡るくんのこと考えてた。すごく辛かったけど、いつか終わる。そしたらいつか渡るくんと会えるんだって思って諦めなかった。いつか助けに来てくれるかもって思って何度も夢に見てた。ごめん、俺何にもできなくて。ごめん、今いいかな。聞きたいことがあるんだ。この写真の男性知ってる？黒川祐希、和樹の弟だよ。知ってるよね。君が監禁されてる間ずっとあの家に一緒に住んでたんだ。見てないはずないんだけど。よく見て、この顔。ついてきて。見てほしいものがある。怖いよな。ずっとここに閉じ込められてきたんだ。でも勇気を出してほしい。今閉じ込められてる子を救うためにも。この先が君が閉じ込められてた部屋だ。開けるよ。
悪かった。まだ早いよな、あの部屋に入るのは。どうしたの？何が嫌なの？あなた本当にずっとあの部屋にいたの？この部屋にも複数の人がいた痕跡が残ってる。食事はここで食べてたんじゃないの？あなたは鍵のかかった部屋にずっと閉じ込められていたわけじゃない。時々は外に出て黒川と一緒に過ごしてた。それなら弟の勇気にも会ったことがあるんじゃないの？だからなんでそれを隠すの？もういいでしょう。これ以上やめてください。この子は被害者なんですよ。何これ？ママ。うん、どうしたの？お姉ちゃんの写真が出てる。え？なんでこんなことになってんの？ユリアの誕生日に会いに。え？彼女が遠くに行きたいって言うからバイクで連れ出した。取られてるなんて思わなかった。そういう問題じゃないでしょ！あの子は辛い思いをしてきたんだよ。ずっと。今ユリアには頼る人がいないんだ。だから、だから人のもの取っていいってことにはなんないでしょ？ 13 年も前なのにどうして？信じらんない。まるで呪いがかかってるみたい。あの子は魔性の女なのよ。13年前も今もこの記事に書いてあるみたいに。違う。それは違うよ。行くの。何なんだそれは。なんでそんな軽率な行動を取るんだ。お前は今世間から注目されてんだぞ。ここに押しかけたマスコミを見ればわかるだろう。人に後ろ指を刺されるようなことするな。いいか、当分家から出るな。ここにこもってろ。わかったな。パパにそんなことが言えるの？え？私は人に見られて恥ずかしいことは何もしてない。どこ行くの？渡ると話してくる。待ちなさい！出るなって言っただろ！黙らないで！私もう26だよ。大人なんだよ。セックスだって知ってる。パパがよその女の人と夜中にこそこそ電話してるのも分かってる。遠慮しなくていいよ。好きにすれば。ただ私が会いたい人に会うのを邪魔しないで。お前のことが心配なんだよ。心配なんかしなくていい。私はずっと一人で生きてきたんだから。久しぶりだね、ユリア。今ね、私ワタルと暮らしてるの。毎日一緒にいて、店も手伝ってる。これ去年のクリスマスにワタルがくれた指輪。もう親にも挨拶して、
今年中に入籍するって約束してる。ごめん、伝えてなくて。長いよね、13年って。その間、渡るの隣にいたのは私なんだよ。渡るが高校卒業して、苦労して働いて資金貯めて、店出すまで見てたのも私。あんたの時間は止まってたのかもしれないけど、私と渡るの時間はずっと動いてた。だからさ、もう邪魔しないでよ。ともない男に振られてドカ食い。わかるよ、私も経験あるし。姉ちゃんがいなくなって私6回くらい失恋してるし、こっちもいろいろ大変だったんだよ。パパとママは喧嘩してばっかだし、就活うまくいかないし、お姉ちゃんがどんなにひどい目に遭ってたかはわからないけど、こっちはこっちでさ、あるんだよいろいろ。だからもう自分だけが不幸だったみたいな顔しないでよ。私お姉ちゃんのことよくわかんないって思ってた。でも今はそんなこと思わない。さっきかっこよかったよ、パパに言いたいこと言った時。と思ってても、いつの間にか大人になってるね、子供って。寂しいよな、誕生日だけじゃない、高校の入学式、卒業式、あと成人式か。本当はいろいろあったはずじゃないか。あの子が大人になっていくところを見ていたかったよ。すげえ。あの子から逃げたくせに今さらそんなこと言うなんて。そうだよな。
本当にやるんですか？もちろん。いないいないばいないいないばこれはやっとわかった。あの子がずっと隠してたこれだったのよ。白骨死体が発見されました。署までご同行願います。早くユリリン僕に返してくださいよ。あの子がいなくなった日のことで黙っていたことがあります。家族のためにやれる仕事があってよかったよ。私が一番悪い。何仲良くなってんだよ。出てって。俺は君の味方だ。私はママが思ってるようないい子じゃない。13は FOD で配信中。あ、なんすか？